はい、どうも皆さん、こんにちは、クロアリです。今回も BFO をやっていきたいと思います。武器の紹介をね、する前に、ちょっと皆さんにお詫びがございまして、今回ね、プレイしている動画を撮ってから、オープニングのね、動画を撮っておりまして、まあ、っていうのが、ちょっとプレイしている動画、音声を少しミスりまして、マイクのね、位置をミスって、僕の声がちょっと小さく、取れております。その点で、ね、ご了承ください。申し訳ございませんでした。ということで、今回使っていく銃は、軽機関銃、LMG からね、PKP ペチネグをね、使っていきたいと思います。で、この銃ね、ざっと詳細を見せるとこんな感じで、あまり特徴的ではございません。精度、腰打ち、安定性、射程距離って考えると、他にもいい銃はあるんですけれども、レートもね、600とそんなに高い方ではなくて、装弾数も100発とあまり魅力はないんですが、まあ、一つだけ挙げるとすれば7.62ということで、火力がやっぱりあるっていうことですね。威力が強いっていうことで、ここをね、しっかり、スカイエッジとちょっと似たような感じはありますね。安定性とか、精度とかにって考えると、アサルトライフルにはかなわないんですけれども。で、一応、何戦かね、やった後の一応動画ですんで、アタッチメントもね、ちょこちょこ変えてたんですが、最初ね、バイポッド使ってたんですけどね、なかなか固定する場所がないんで、途中からアングルフォアグリップに変えました。で、アクセサリー、3点レーザー、マズルブレーキに一応コブラということで、ほぼアサルトライフルとかね、カービンとかの設定と変わりはございません。今回この感じで、遊んでいきたいと思います。ということで、始めます。はい、ということでね、今回は PKP ペチェネグをね、使っていきたいと思います。よいしょ、とりあえず、バイクに乗ろう。さっさと拠点を取りに行きたい。ここからやった。もうちょっと ゴルフが近いかな。邪魔をしないでくれー。よし、上から取りに行くぞ。上からじゃなかったー LMG ね、かなりたまにね、ばらつきがあるので、できれば、味方の歩兵なり、装甲車なり、とにかく味方と一緒に攻め上がりたい銃ですね。基本は、全部そうなんですけど、特にね、軽機関銃は、味方の援護をしてやるっていうね、一応意識を高く持ちながら立ち回りたい自分でございます。威力はね、文句なしに高いので、あとはもう本当に弾のばらつきをしっかりね、リコイルを抑えてあげるということがすごく大切ですね。ヘリがおるな。ちょっと待ってよ。一人降りてきた。危な。で、意外とね、近距離の場合はもう腰溜めて撃ってった方が意外と精度は高いので。よし、あまり無理はしないよ、いつものごとく。うわー、戦車がいるな。一人降りたな。こっち来た。 OK。 近距離はね、ほぼもう腰溜めで撃っていくような感じにしていった方がいいと思います。いた。なんで当たんないのこれ。危な。すげえ危ないっすよ、本当に。よし、ナイス。
ナイス俺。あれ？これ敵じゃん。さらば。よし、いいぞ。ちょっと待てよ。まだいる。で、ちょっともう一回。それな、オッケー。敵おるな。後ろか。どうしてくれ。あー、全部取られよるな。体勢は低めに。こっち逃げてくるか。オッケー、倒したぞ。まだいるな。来るぞ。オッケー。やべえな。ちょっと一旦下がりたい。ここ前に出すぎや、これ。ちょっと前に出すぎ。ちょっと早く助けに来て。頼む。よし、いいぞ。後ろ行くぞ。やべ。ちょっと後ろに入って。やべ、こっち来た。やばい、こっち。ああ、くそ。なかなかやりよるな。ロックスロットから湧いて、ちょっとエコーに走りながら進んでいくか。140m なんで、そんなに距離的には長くないので。後方からチクチクとね。オッケー。よし、ここら辺に隠れて。ちょっと浅いな。もうちょっと深いとこに隠れたい。ガハー。よし、いいぞ。なんとか逃げ切った。戦車が行ってくれよるから来たな。来たな。来たな。よし、完全に近距離はもう腰ダメだね。一応今これね、アングルフォアグップつけてるんですけど、わわわわ、うわあ、後ろ来た。ちょっと、ああ、うっそ。逃げ切れんかった。エコー行きたいな。今どんな感じだ。ちょっとね、分隊を変えてもいいかもしれんな。よし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 。そこだよ。そこに行きたかったんだよ。チームね。から回って、この辺おるな。
は気にしない。危ない。ちょっと待った。できることならば外をずっと回っておきたい。後ろ来るか。この辺にグレネード2個ぐらい投げて。なかなか取れんねエコーは。やべ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 。打ち切れそうな気はするけど、ちょっと一旦後ろにぐるっと回ろうか。バレてるか俺。しゃがむぞ。やられるな。気をつけろ。全然当たんねえ。あーくそ。近距離の激しい立ち回りではね、すごい弱さが際立つ銃なんでね。危な。やべ、なんかエレベーおるな。やべ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 。弾置いとくぞ。またこっちもおる。わあ、くそー SG553 か。少しレートの高めの銃でやられた。あ、おっしゃ、オッケー、ありがとう。そういう蘇生は嬉しいぞ。やっぱね、ノラだと結構ね、蘇生をしてくれる人がなかなか少ないんでね。気をつけろ。そこいるから。こっち回ってきたか。ダメだな。オッケー、いいぞ。よし、周りからじわじわと攻めていきましょう。もうちょっと外やな。でもね、デルタからね来てそうな気がして怖いんだよね。戦車来てるな。戦車狙ってくれんと厳しいな。オッケー、壊したぞ。バレるわ。よし、なんとか倒したけども、倒したけどもよ。ちょっと何やってんのこれ。回ってくるぞ。マルチキルからの、よし、もう一回中央に入って、ここでとりあえず休憩。いるな。オッケー、任せろ。ちょっと進めない。なんだよこれ、進めない。あ、くそ。どうなってんのこれ、バグってるから。よいしょ、オッケー。よいしょ、まだもう一人おる。
オッケーオッケー、もう一人おるな、後ろ来たぞ、ちょっと待て、オッケー、こっちも来たな。本来だとね、こんな立ち回り方ないですからね、 LMG で。危ない、もう一人おる、あー無理かそれはさすがに無理でしたか。まあでもいい活躍はしたと思いますね。意外と近距離でも立ち回っていきますね、威力を味方につければの話ですけど。いやまだねデルタの向こう側におるわ、ちょっとあれを味方を助けに行こう。そのまままっすぐ打っていこう。あーちょっと待って、ちょっと待ってね、危ないって、ちょっと待ってくれ、やばいから。一旦リロード、味方が来てくれることを祈りつつ、ちょっと待って今こっち行ったぞ、 OK、 よしなんとか取った。まだおるな、なんか足音聞こえる、上か、上かもしれんな。こんな、あ、結構当たるね。また出れんし出してくれもう、あよしよしよし、ちょっとお願いだ、出してくれこっから、あ出れないあーくわっ、よいしょよいしょ、もう少しあとちょっと、オッケー、よし出れた。向こう上来たな、無理無理した、うっとっとっと、うわーくそ、よしチャーリー攻めに来ましたよ、しっかりね拠点を取りに行きましょう。そうすることでポイントもねしっかりと取ることができますんでね。こっち、おお真っ正面おったし全然気づいてなかった、集中力が欠けております。おっ来るな、オッケー、まあ、指切りの感覚が少し冷めてきたかなっていう感じですね。有刺鉄線超えるかって、ちょっと待って歩兵みんなやられてる、もう一人おるな、うやば、え、嘘、ちょっと戻ってきてくれ、あーやられたうーなかなか厳しいよ、デルタに乗ったらいいかもしれんな、もうこの辺にもう一人行ったはずなんだけど、気のせいかな、あまり無理して攻めるよりもアッパーいけるんじゃない、ないかな、味方何人か行ってない、うおーやばい、ちょっと待てよ、ちょっと一旦さこの辺で止まって、ほいほいほい仕事っぽで言ってやる、任せな俺に、
はい、オッケー。ああ、クソやられた。いや、でもいい仕事をしたと思いますよ。やっぱ装甲車1台おらんくなるだけで相当変わるからね。積極的に通していきたいですよ、こういうとこは。上に1人おるな、こっち待てよ。気をつけろ。あ、おったおった。やばっ。あそこ狙いにくいな。ちょっと待ってくれ。ここね、エコー。俺の後ろにね、人になんか回ってきてそうな気がするんだよね。ほら来た。やっぱそうだよね。今一人ぐるっと回ってきてるような気がしたんだよ。任せなさい。よし。あのヘリってどこ飛んでんだろう。あ、上か。ほっとして、こっちに攻めてくる。味方をやりに行っとるな。大丈夫か。よし、オッケー。このまま終わりたいね。できることならば。ただね、拠点が3つしか取れてない。から巻き返される可能性は大やな。よし、ナイス。ゴルフ取り行こう、みんな。って言ってもね、ノラだから。下降りてくるな。降りてこい。大丈夫か。ところどころ俺口悪いんでね、その辺もご了承いただきたい。あー、やっぱね、遠目は少し間隔を空けないと狙いが定まらないね。よし、いい感じで敵の横に入るようぞ。ちょっと一人逃げてたな。三つをやるのにちょっとこの辺から攻めて。うわー、うそ。もう降りてきとったか。あ、俺のペチェネグ盗まれた。俺のペチェネグ。あ、やられたね。いいぞいいぞ、そのまま追い詰めよう。試合も終盤です。ここをしっかり抑えたい。ゴルフはしっかり押さえていきたい。ナイス、いいぞ。ナイスクリアリングです。あ、やばい。あー、くそ、またお前か。しかもそれ俺の手順やないかい。やば、返せ俺の手順。よし。ああ、やばい。ああ、やばい。やばい。やばい。よし。ありがとう。疲れるぜ、この試合。なかなか疲れますぞ、ほんとに。ちょっと待て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 。なんとか、勝ちたいな、ここは。グレネード投げて、ゴルフ取りたい。上おらんかな。もう一個グレネード投げようか。もう一個投げる。惜しみなく使っていくよ。援護射撃をしながら。まだ勝てる。みんないけるぞ。まだ OK。 ナイス、ありがとう。援護助かります。
全然当たってない。なんで？まあちょっとラグとかの関係性もあるんでしょうけどね。はい、ということでこの辺で今日は終わりにしたいと思います。コメント、評価、チャンネル登録もしよかったらよろしくお願いいたします。PKP ペチュネグ、まあ使い方によってはね使いやすいんでしょうけれども、まあね LMG でここまで立ち回れるとは思ってもちょっと見なかったので、まあただ使いづらさもあるんでね、今回は90点ぐらいかなまあよかったらね皆さん使ってください。まあアタッチメントとかのね詳細っていうのは一応概要欄の方に書いておきますので、よかったら参考にされてください。あとねツイッターもやってるのでよかったらフォローよろしくお願いいたします。そちらでね動画の更新のお知らせとかね、いろいろ、まあ、情報を知ることもできるので、よかったらねよろしくお願いいたします。ということでお疲れ様でございました。次回も楽しみに。